おはようございます。今日は群馬県の丸沼高原スキー場に来ております。丸沼高原スキー場は20代の半ば頃からですね、ずっと通っている、まあ言ってみれば昔からのですね、通い慣れたスキー場で、私が所属しているクラブもですね、丸沼高原スキー場でクラブの合宿なんかを行っております。ここ数年はまあいろいろ仕事の都合があったりとかですね、長期の出張が続いたりとかして、なかなかスキーに通う機会が、減ってきていました。今年はですね、まあ昨年のモデルになるんですけれども、新しい板も買い替えて、まあちょっと少年を据えてですね、スキーの方をやっていこうかなというふうに思っています。丸沼高原スキー場は、もう、滑走エリアもだいぶ広がってですね、お客さんも、たくさん来てますね。毎年のことですけど、丸沼高原は群馬県のですね、片品村からですね、125線で一番奥の、冬季の根性峠の、最終地点にありますので、雪質が非常に安定しています。なのでやっぱりスキーフリークがですね、大勢駆けつけるっていうところでいうと、群馬県でも唯一というか随一のスキー場なんじゃないかなというふうに思います。まあ今もうまだスキーのシーズンの始まりなので、まあ結構やっぱり通ってる人は熱心なスキーや競技やってる人とかですね、そういう方もいっぱいやっぱりいらっしゃってます。まだ時間早いので、これからだいぶまた滑り込みますけれども、まあ怪我しないように、滑ってですね、家に帰りたいなというふうに思ってます。丸沼高原スキー場からでした。ごきげんよう。またさようなら。